レゲバジャール宮崎全力応援番組レゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の甲斐杏奈です。この番組はレゲバことレゲバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階のスタジオから生放送でお届けします。皆さん今週もよろしくお願いします。さあ、このサンシャイン FM 宮古シティ3階のスタジオですね、オープンスタジオとなっているんですけれども、今現在ですね、宮古シティの営業時間が8時までということになっておりまして、当面の間ですね、ちょっと観覧をしていただくことができなくなっております。こちらご了承ください。ぜひ皆さんですね、ラジオスマホがあればいろんなところで聞いていただくことができますので、皆さん今どこから聞いてるんですかね。よければぜひスタグテゲバでここから聞いてますよみたいなのも教えていただけると嬉しいんですけれども、いろんな場所からお聞きいただければなと思います。ちょっと見てみようかな。今夜のテゲバラジオはスタジオの目と鼻の先のスポーツジムにて視聴しますすると、おージムに行ってらっしゃるんですね。体バッチリ鍛えてくださいね。私もちょっと体力作りのために今週からまた今週からまたちょっとね運動を始めたんですけれども、絶賛筋肉痛でして、ちょっと日頃のね運動不足を痛感しているところなんですけれども、もう9月に入って2週目ですかっていうまで早いですね。もう秋めいてきたっていうことでね。宮崎はまだ日中は暑い日が多いんですけれども、朝晩がもう結構涼しい日が多くなってきましたよね。なんかこうスズムシとかコオロギも鳴いたりして、ちょっとずつ服装とかからねこう秋を取り入れたりしているんですけれども、例年なかなかちょっと私が実行することができなかったスポーツの秋っていうのをね、自分がこうやるっていう意味で今年はちょっとやっていきたいなというふうに思っています。結構いろんなこう番組だったりとかツイッターとかでこう宣言しているんですけれども、やっぱこうね皆さんに聞いていただいて あいつやってるんだなっていうのをちょっとね知っていただくと、なかなか私もやめ続けざるを得ないんじゃないかということでここでも言わせていただくんですけれども、皆さんは今年の秋何の秋にしたいですか。おもう早速どこで聞いてますって皆さんたくさんの反応いただきましてありがとうございます。ちょっと紹介しようかな。お風呂に入りながら、いいですね。お風呂家で聞いてます。お家から聞いてます。今帰ってきて自宅で聞いてます。お疲れ様です。滋賀の自宅で毎週楽しみに聞いています。おー滋賀県からありがとうございます。絶賛筋肉中、すいません噛みましたね。ものすごく噛みました。佐賀県鳥栖市にてウォーキングアプリをしながら歩きながら聞いています。もちろんテゲバ登録です。おーこれね後で告知しようと思ったんですけれども、今ちょっと告知入れちゃおうかな。皆さんもこの番組聞いてくださってる方はもう入れてくれてる方がほとんどなんじゃないかなって思うんですけれども、明治安田生命 J リーグウォーキングアプリ、皆さんこちらスマートフォンの中にインストールしていただいていますでしょうか。9月期の前半バトルがですね今日までということになっております。今日までですね。今日が、同じく J3 の福島ユナイテッド FC との戦いとなっております。ぜひねまだちょっと今日アプリを立ち上げてないよという方いらっしゃったら、ぜひアプリの起動をお願いいたします。この佐賀県鳥栖市からウォーキングアプリしながら聞いてますよという方は、今ねこのテゲバ登録にして絶賛歩数を稼いでいただいているということで、皆さんもお家の中をねちょっとぐるぐると歩く感じでもいいんじゃないかなと思います。ぜひ最後の1秒までね歩いていただいて、前期がテゲバトップ10に入っておりますので、ちょっと後期もねここ頑張っていきたいところなんですけれども、何はともあれ皆さんのやっぱり運動するっていうのは健康のためにもなりますのでね、ぜひ改めて明治安田生命 J リーグウォーキングアプリ9月期前半バトル今日までとなっております。ぜひまだアプリを立ち上げていない方はアプリの起動、そしてウォーキング、はい、お願いいたしますね。皆さんたくさんの反応ありがとうございます。食欲の秋にしたいです。いいですね、やっぱ食欲ですよね。レモンチューハイを片手に、おお酒のお供に宅飲みをしながら聞いていただいてるんですね。
アンナちゃんが元気になって本当に良かったです。日曜日久々に元気な顔を見れるの、声を聞けるのを楽しみにしております。ありがとうございます。はい、今週の日曜日ですね、ホームゲームが開催されますけれども、前回のホーム後期の再開した最初の試合ですね、私がちょっと行くことができなかったので、本当に久しぶりにホームゲームに私も足を運ぶことになるんですけれども、皆さんね、皆さんが今ちょっと声を出せなくて手拍子太鼓で応援している中ですね、私がもう皆さんの思いを声に乗せて一緒に応援していきたいと思いますので、今週末もよろしくお願いいたします。さあ、ということで、まだまだハッシュタグテゲバでのつぶやきたくさんお待ちしておりますよ。さあ、ということでお届けしていきたいと思います。そして今週もですね、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から選手の方、後ほどリモートでご出演いただく予定となっております。もうすでにたくさんメッセージなどもいただきましてありがとうございます。本日ゲスト選手の方にまだまだメッセージお待ちしておりますよ。番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。メールの宛先はrequest@3fm.co.jp、 サンシャイン FM が聞けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターでは、ね、何回も言いますけれども、ハッシュタグテゲバとつけてつぶやいてください。たくさんのメッセージツイートお待ちしています。そして、今週もやっておりましたツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想、今週も皆さんたくさんのご参加いただきましてありがとうございます。番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやくという、見事当たった方の中から抽選で1名様に、当番組スタッフ自腹でテゲバジャール宮崎のステッカーを、プレゼントしますよという企画なんですけれども、こちら番組開始までの、参加となりますので締め切らせていただいております。ご了承ください。後ほどかかる1曲目、今週は何の曲がかかるんでしょうかね。当選した方いらっしゃるんでしょうか。1曲目をお楽しみに。それでは皆さん、本日も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。テゲバジャール宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャール宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社、宮工シティ、有限会社コギトの提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。Tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki. テゲバジャール宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。さあ、ここからはテゲバプレイバックのコーナーです。の前に、今週のハッシュタグ勝手に1曲目予想、今週は渋垣隊でナイナイ60でございましたが、正解者の方なんと今週いらっしゃいませんでした。9月9日で、まあ、ナインナインということでナイナイ60ということだったんですけれども、9月9日でちょっと予想してこの当て字といいますか、
それで予想してた方は何名かいらっしゃったので、ちょっと惜しかったですね。またぜひ来週以降もこの企画ありますので、その日の番組開始までの受付となります。ぜひ皆さんハッシュタグ勝手に1曲目予想、合わせてハッシュタグテゲバと一緒につけていただくと検索がしやすいですので、ぜひまた来週以降もご参加くださいね。さあ、ということでお待たせいたしました、テゲバプレイバックの前に本日のゲスト選手の方、本日リモートでご参加いただきます。自己紹介をお願いします。リバージャーの宮崎37番ディフェンダー奥田博樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥田選手、はい、それでいいんですか？それでいいんですか？それじゃダメなんですか？いいんですか？はい、大丈夫です。大阪の地は騒ぎませんでしたか？無茶ぶりやば。いや、まあ、自己紹介お願いしますって、打ち合わせの時にもう本当に自由な感じでやっていただいて大丈夫ですよというふうにお話ししたんですけれども、はい、通常通りということでよろしくお願いいたしますね。お願いします。はい、ということで奥田選手、このラジオにゲストでご出演いただくのもとても久しぶりになると思うんですけれども、はい、サポーターの皆さんも奥田選手の出演そして試合への復帰を待っていたということで、メッセージもたくさんいただいてるんですよ。ちょっといつ紹介していいですか？はい、はい、ラジオネームさえママさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ラジオ久々に聞いてます。今日は娘のスイミングの進級テストでした。行きたくないとダラダラしていましたが、おっくん大好きの娘に今日のテゲバレイディオはおっくんがゲストだよって教えると、わかった頑張っていくと言って頑張っていました。おっくんパワーすごいね。え、頑張ったのにおっくんが早く出らんから寝る時間になるとちょっとご機嫌斜めに、今日は甘やかして少し夜更かししてもいいですかねといただいております。いや、嬉しいですね。はい、まあ、今日だけはちょっと夜更かししてもらって、うん、最後まで聞いてもらえれば、はい、ありがたいですね。じゃあ奥田選手からおっくんから OK が出ましたので、はい、ね、さえママさんがよければぜひ最後までね、今日はちょっぴり夜更かしをして番組聞いていただければなと思いますね。スイミング頑張ったんですね。そうですね、すごいですね。夜ね、眠くな、水泳したら眠くなっちゃいそうですけれどもね。はい、はい、ということでまだまだいろいろメッセージいただいてるので、こちらまた後ほどご紹介していきたいと思います。ではここからはテゲバプレイバックのコーナーです。今日は9月4日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第17節テゲバジャーロ宮崎対バンラーレ八戸との対戦を奥田選手と一緒にプレイバックしていきます。この日のスターティングメンバーはゴールキーパー石井、ディフェンダー青山、大畑、大、奥田、ミッドフィルダー前田、千部、徳永、渡辺、フォワード藤岡、橋本というメンバーでした。さあ、この試合で前節からスタメンを4人ガラッと大きく変更してきました。そして本日ゲストの奥田選手は開幕節以来のスタメンということで、およそ半年ぶりの試合出場ということになるんですけれども、この日の意気込みいかがでしたでしょうか？そうですね、なかなか、試合に出れなかったので、まあ半年ぶりに出場ってことで、まあチャンスが回ってきたので、まあ、多くの皆さんの、応援はとかが自分に届いてたので、まあ、なんとかいいパフォーマンスができるようにっていうのと、まあ、個人的には多分ここのチャンスを逃したらもう二度とチャンスが来ないかなっていうふうに思ってたので、まあ、ここでしっかり A チームの勝利に貢献したいなっていう思いで試合に入りました。サポーターの皆さんに、まあ、プレーを見せたいっていうのと、もう何としてもチャンスをものにしたいっていう、本当にもう気合ががっつり入っていた一戦だったということですね。テゲバジャールとしては前節は2失点そして無得点に終わりましたが、奥田選手守備陣としてこの試合は、まあ、その守備の面では、まあ、どういったことを意識して臨みましたか？そうですね、まあ、やっぱり失点が、まあ、前期の最後から、まあ、長野戦もですけど、ずっと失点が続いてたので、やはり、まあ、J の舞台でやっぱり失点をしてるとなかなか勝てないっていうところで、まあ、監督からもまずは無失点にっていうところで、まあ守備のところの1対1の厳しさだったりとか、まあ、グループでしっかり奪いに行くっていうところだったりとか、まあ、連携の部分とか、まあ、守備のところをまずやろうっていうので入りました試合に。はい、守備のメンバーが、石井選手を含めて3人、奥田選手も含めて3人変わっていたんですけれども、連携っていう点ではどうでしたでしょうか？まあ、練習の時点から結構意識とかも。
そうですね、まあ練習日頃から一緒にやってますし、はい、まあ大畑選手除いたら去年と同じメンバーだったので、うん、特にやりづらさっていうのは全くなかったですね、はい、そしてこの日の試合がテゲバジャーロ宮崎にとって J 初の、まあ、ナイターゲームだったということで、八戸の気温、当日記録で残っているのが 20.5 度、宮崎と10度近く違う環境での戦いでしたけれども、そのあたりはいかがでしたか？そうですね、やっぱみんなあの前日に空港着いた時にはみんな寒いって言ってたんで、うん、あやっぱり気温が全然違うなっていう感じでだったので、はい、まあ、試合温度としてはすごい動きやすい気温なんですけど、やっぱりいきなり10度近く下がると、まあ、体が動かないっていうこともありますし、アップ不足で、はい、あの最初ギアかかる前時間かかったりっていうのがあるんで、まあそこの辺が難しかったですけど、まあ各々多分、まあ、その気温になれるように調整したと思いますし、まあ、試合前はみんなであのしっかり体を動かすぞっていうので声をかけて試合に入ったので、まあ問題なかったです。もうその環境に合わせてしっかりと準備をしたということですね。はい、そしてこの試合ではビジター席が設けられなかったということで、テゲバのサポーターが駆けつけることができませんでした。そんな中でも応援メッセージが届いていたと思うんですけれども、そちらご覧になられていかがでしたか？いや、やっぱり嬉しいですね。ああいう宮崎か青森っていうかなり離れた地ですけど、ああいうふうにロッカーのところに、皆さんのたくさんのコメントが貼ってあると、僕たちみんな試合前に見てましたし、ああいうコメントを見るとやっぱりやらないといけないなっていうふうにみんな思うので、はい、あの会場には来れなかったと思うんですけど、皆さんの後押しっていうのは選手に届いてました。そしてあの対戦相手である八戸のサポーターの皆さんの拍手も温かかったんじゃないでしょうか？そうですね、あの本当に温かく迎えてくださってありがたいですね。はい、そんないい雰囲気の中臨んだ試合、前半から振り返っていきます。連敗は避けたいテゲバ、アウェーゲームの中立ち上がりから果敢に相手ゴールへ攻め立てます。すると前半15分、大畑選手から渡辺選手へ縦パスを入れると、ワンタッチで前線の藤岡選手へスルーパス。藤岡選手のシュートはキーパーに弾かれるも、詰めていたのは橋本選手。ゴールへ押し込み、テゲバが先制します。さあこのシーン、今季初スタメンの大畑選手のロングパス見事でしたね。そして最後は橋本選手、もうよくあそこに詰めていてくれたなという見事なゴールシーンでしたけれども、奥田選手もね、あのしっかりとハグしに行っていましたけれども橋本選手のこのゴールシーンいかがですか？はい、そうですね、チームとしてボールをしっかり握った中で、まあ、空いたスペースを共有して、あの縦パスが入った後もワンタッチが入って、ね、その後シュートのこぼれもしっかり詰めてたっていうので、まあ、素晴らしい得点だったのかなというのと、まあ、先制点を取れたのですごく大きなゴールだったと思います。はい、あの橋本選手がやっぱり最後ちょっと気持ちでグッと詰めていったのも素晴らしかったんですけれども、シュートに持ち込んだ藤岡選手も素晴らしかったですね。このゴールで橋本選手は今季6点目のK ゴールということで、藤岡選手と並んで J3 得点ランキング3位に躍り出ました。今季どこまで得点を重ねていくのかというのも楽しみなところですね。そして守備陣は粘り強い守りで相手にチャンスを与えず、前半は1対0で折り返しました。さあ、あのこの試合前半立ち上がりからテゲバジャール宮崎がペースを握っていたように、見えたんですけれども、前半振り返っていかがでしょうか？そうですね、立ち上がりからしっかりプレスがはまって、相手に自由を与えさせないっていうところで、前線からハードワークしてみんながやってくれましたし、ボールもしっかり、持てて、でただボールを保持するだけじゃなくて、まあ、効果的な縦パスとかも入っていたので、あの相手のシュートもゼロに、記録でゼロになっているので、まあ、そこはまあいい前半だったのかなと思います。後半に向けてはどういったお話をされましたか？そうですね、あの、まあ、こういう試合で、まあ、あのいいゲームをしてても、あの失点を食らうっていうところがあるんで、そこは気をつけるっていうところとかありましたし、まあ、締めのところで緩めないっていうところだったり、マークとかをはっきりさせることだったりとか、まあ、攻撃のところでしっかり仕留めるっていうところであったりとか、まあ、細かい戦術の確認はいろいろあったんですけど、まあ、後半も継続していきながら、まあ、あのいろいろ細かい修正っていうのを提示されました。
はい、まあ、いい流れの中でもしっかりと気を緩めず引き締めていくということですね。では後半振り返っていきたいと思います。はい、後半に入っても徳永選手、渡辺選手の両サイドがチャンスを作り出し追加点を狙いに行きますが、追加点を上げることはできず、逆にバンラーレにボールを奪われピンチになる場面も増えていきます。それでも集中した守りでゴールを与えず無失点に抑えたテゲバ、1対0でリーグ再開後の勝利をつかみ取りました。さあ奥田選手、この試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね、やっぱり久しぶりのクリーンシートで、まあ、勝利することができて、やはりなかなか勝てないっていうのが続いていた中で、順位もちょっと下がってきたっていうところで、まあ勝ち負けに負けるとまた順位が入れ替わって順位が下がってしまうっていうところで、流れ的にもこう勝たないとなかなか難しい流れになるっていうところで、まあ、この勝利は非常に大きなものだったと思います。はい、まあ、この試合クリーンシートでの勝利っていうことと、あとは連敗しないということということで勝ち点3、すごく大きな意味があったんじゃないでしょうかね。そして次節なんですけれども、9月12日日曜日、ホームで YSCC 横浜との対戦となります。キックオフは午後3時です。奥田選手はこの試合で古巣との対戦ということになりますけれども、次節への意気込みをお願いします。そうですね、やっぱりSCC 横浜は、まあ、自分が J リーガーとして歩みを始めたチームなので、まあ、特別な思いもありますし、まあ、当時の仲間もいるんですけど、まあ、ここで、連勝してより後半戦に流れに乗っていけるっていう意味でも非常に大事な一戦になると思うんで、まあ、必ず勝ち点3を取りたいと思います。はい、選手の意気込みも熱いですし、連勝に向けてサポーターの皆さんも熱い応援をよろしくお願いいたします。以上、テゲバプレイバックでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは明光社にご相談ください。明光社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバフェイス。テゲバジャール宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。さあ、ここからはテゲバフェイスのコーナーです。改めまして、本日はゲストリモートで背番号37番ディフェンダーの奥田博樹選手にご出演いただいております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきちょっとメッセージご紹介させていただいた奥田なんですけれども、ツイッターでですね、はい、奥君の許可いただきましたので21時まで特別に最後まで聞いてくださるそうですよ。はい、はい、嬉しいですね。なんかこうスイミングが頑張れるようなちょっとメッセージを一言いただけませんかね。そういうこと、そうですね、僕も子供の頃スイミング少し行ってたんで。あ、そうなんですか。はい、行ってました。なんで練習すればどんどん上手くなっていくと思うんで、はい、頑張ってください。得意な方とかってあったんですか。ないです。ない。ちょっとってどのくらいの期間だったんですかね。いや、どれくらいですかね。本当においくつの時ですか。いや、幼稚園とかやったと思うんですけど、うん、はい、1年ぐらい行ったんじゃないですかね。その時はサッカーはまだやってましたね。お、じゃあ並行して、まあ、ちょっと体力作りとかそういった感じですかね。そうですね、うん、はい、で得意な方はないと。はい、
ね、スイミング頑張ってくださいね。さあということで奥田選手、改めてあのおそらく昨年の12月ぶりのご出演になるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、私の記憶が合っていれば渡辺選手と2人で出ていただいたんじゃないかなと思うんですよね。確か2人でなんかご飯を食べてきたんですよね、はい、そうですね、ご飯食べてきました、うん、行ったと思います、はい、今日はもうしっかりご飯食べてますか？今日もご飯食べました、はい、はい、あの今私にはあの奥田選手の映像が見えているんですけれども、皆さんにねお伝えできなくて残念ですね。なんですか、はい、なんか変な風に映ってるみたいな言い方やめてください。あ、そんなことないです。顔がちょっとあの黒いなと。ああ、そうですね。先週の大選手があの放送が終わった後にこうツイートされてるのを拝見したんですけど、はい、大選手は結構あの本格的なあの YouTuber の方が使うみたいな、はい、こうリングライトを前に置いて、はい、あの放送に臨んでくださったみたいで、はい、そうですね、うん、まあけど家近所なんでもしこれ聞いてたら終わりまで持ってきてくれるかもしれないです、ね、はい、あ、本当ですか。もしかしたらじゃあ、はい、ちょっと放送の途中から照らし出されるかもしれませんね。そうですね、かもしれないですね。はい、じゃあ、あの、はい、選手聞いていたらよろしくお願いいたしますさあということでいろいろお話伺ってまいりたいと思います。奥田選手、今シーズンの前半は個人としてももどかしい思いもあったと思うんですけれども、そんな中でも気持ちを切らさずに前を向き続けて、ついに前節ピッチに戻ってこられました。見事に勝利へも貢献されましたけれども、何が奥田選手の力になってましたかね、この期間っていうのは。そうですね、やっぱり難しい期間を過ごして、まあ、苦しい時間ではありましたけど、まあ、そのファンサポーターの皆さんの、まあ、心配の声だったりとか、あの励ましの声とかも届いてましたし、まあ、あの応援してくれる人からもすごいいろんな方からメッセージをこの期間にいただいたので、まあ、またあのピッチに戻って、まあ、試合に勝利に貢献する姿をそういう人たちに見せたいなっていう思いで、あの頑張ってきました。はい、もう常にこう応援してくださってる周りの方だったりとか、本当に待ってくださってる方がやっぱたくさんいたっていうことで、もう早く戻ってその姿をみんなに見せたいっていう思いがあったんですね。はい、はい、まあ、やっぱり今ちょっとコロナ禍っていうことでサポーターの皆さん声を出しての応援はできないんですけれども、まあ、しっかりと奥田選手にエールは届いてますね。はい、届いてます。そして今シーズンも、まあ、ディフェンス陣も熾烈なメンバー争いの中だと思うんですけれども、本当にチャンスをつかむべく中断期間だったりも取り組んでいたと思います。この中断期間の1ヶ月半、奥田選手にとってはどんな時間でしたか？そうですね、まあ、ここでアピールしないと後半戦チャンスが来ないと思ったので、まあ、ここでまあ、少しでも序列を上げて試合に絡めるようにっていうところで、まあ、なかなかやっぱりこのコロナっていうところがあって、練習試合がなかなかこう公式戦がある時はできなかったので、はい、まあ、この中断期間に練習試合が何試合もあったので、まあ、ここでまあアピールしないとなっていう気持ちでやっていきました。あの練習試合だったりもあって、まあ、その中でまあ試合の感覚だったりとかもしっかりと使っていったということですね。はい、あの今後またホームで奥田選手の熱いプレーが見られるのをサポーターの皆さん楽しみにしてらっしゃると思うんですけど、改めて、ホームゲームで俺のここを見てくれというプレーでのアピールポイントはどこでしょうか？そうですね、まあ、やっぱり、まあ、運動量であったりスプリントのところだったりとか、まあ、守備のところの粘り強さだったりとか、あとは攻撃のところでの仕掛けであったりとか、まあ、両足蹴れるんで左右のクロスっていうところに注目してもらえたらなと思います。はい、うん、いろんなプレーが飛び出す、またユニスタのピッチもサポーターの皆さんから近いですからね、もうどこからでも奥田選手が登場してくるんじゃないかっていう、どこから見ても奥田選手のプレーが楽しめるというサポーターの皆さん、はい、今週末の試合もね楽しみにしていただきたいと思います。さあ、奥田選手にとっては J リーグは3年ぶりということになるんですかね。はい、今期のここまでのテゲバジャーロ、 J リーグでのテゲバジャーロ、奥田選手から見ていかがでしょうか？そうですね、まあ序盤
まあ、僕が出た開幕戦は負けましたけど、その後粘り強く戦って、まあ、4、5月は多くの勝利をできて、まあ、勢いに乗ってたと思うんですけど、まあ、素晴らしい、結果だって順位だったと思うんですけど、まあ、なかなかやっぱり相手もこう対策してきて自分たちの勢いっていうのも少し弱まってきているところなので、まあここからがやっぱり J リーグの難しさだと思うんで、まあまあいい前半戦だったと思うんで、ここからが大事になってくると思います。はい、うん、これまで奥田選手がその J の舞台での戦いを経験してくる中で、やっぱりこう前半戦と打って変わって後半戦っていうのはやっぱりこう毎シーズン難しさっていうのはありましたか？そうですね、まあどのチームに共通するっていうのは違うかもしれないんですけど、やっぱり昇格したチームっていうのは大体最初は調子がいいっていうのがよくあることで、まあどのチームも昇格した時は結構最初は結果が出るけど後半戦になってなかなか勝てないっていうのがまあ、結構よくあることなのかなっていうふうには思ってます。はい、じゃあそんな中でテゲバジャール宮崎がまたこうどん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 勝ちを重ねていくために、奥田選手的にここが大事なんじゃないかというポイントはどんなところでしょうか？そうですね、自分的には守備が大事かなと思います。やっぱりこう失点をしてるとなかなか勝てないと思いますし、やっぱり先制点を奪われるとなかなか逆転まで持っていくっていうのは難しいので、まあ、まずは攻撃っていうよりかは自分は J で勝ち上がっていくにはやっぱり、まあ、いつも見ててもやっぱり上位のチームって失点数が少ないので、まあ、守備を大事にしていくのが一つでも上の順位に行く鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。はい、失点しなければ負けない。そうですね。はい、メッセージをたくさんいただいておりますので、こちらをご紹介していきたいと思います。ラジオネームユニスタエゴーさんからいただきました。ありがとうございます。久しぶりの出場での勝利おめでとうございます。後半戦初勝利すごく嬉しかったです。奥田選手のオーバーラップは必ずチャンスにつながるので見ていて期待が高まります。さて、八戸のアウェイ戦、宮崎との温度差や初ナイトゲームでのやりにくさはなかったですか？また今季初フル出場での疲れは残っていませんか？といただいております。宮崎でのゲームは、まあ、デーゲームすべてそうなんですけれども、はい、昼と夜って、まあ、気温がまあ一番大きな違いなのかなと思うんですけれども、どうでしたか、実際に戦ってみて。そうです、まあ、ナイトゲームもちろん経験したことは僕はあるんですけど、はい、やっぱり照明のライトが被ることがあるんで、あ、まあ、昼は太陽と被ることがあるんですけど、はい、まあはい、照明がこう高いボールとかは被ることがあるんで、まあ、結構八戸戦の前とかも中とかもやっぱりディフェンス陣の中ではライト被ってミスることあるからしっかりカバーしようとかカバーしてとか、まあ、そういう声は上がってました、ね、日中の太陽とはまた違う、ちょっと、まあ、高さとかもやっぱ違うでしょうし、はい、そういうのももう実際に会場に入ってからの調整になるんですもんね。そうですね、まあ、太陽の場合は方向がその例えば前半気をつけだったら前半だけで済むんですけど、はい、後半だと逆になるじゃないですけど、うん、かけど照明の場合は定位置でずっと置いてあるんで、移動しあるんで、うん、なんていうんですか、前半も後半も変わらないんで、はい、まあ、常に気をつけないといけないところかなっていうのは思います。うん、でも会場の様子だったりとかはダゾーンで拝見していたんですけど、やっぱりこう照明があって、はい、あとはこう大きな大画面があったりして、やっぱそういう会場の雰囲気っていうのはちょっとサポーターの皆さんはまた宮崎にそういう環境ができたらすごくテンションが上がるんじゃないかなと思ったんですけど、選手の方からしてもやっぱちょっとこう上がる感じなんじゃないですかね。そうですね、はい、これどうなんですかね、まあ、若手の子とかは、はい、何人か照明ナイターのやつも来て、試合前、アップ前とか試合前にプロっぽいわとか言ってました、ね、これ J リーグアっぽいなみたいな感じで言ってる。どこで意識してるんですかね。はい、なんかプロっぽいわって言ってて、ちょっと、はい、僕は笑ってましたね、可愛いなと思って。あーもう言ったって感じだったですね。やっぱりナイターの方がなんかこう、うん、
自分たちの空間っていう感じがするので、はい、照明も当たってて、なのでやっぱり高揚感はあるなっていうのは自分も思いますね、うん、はい、確かになんかそこだけが一つの、まあね、さっき今奥田選手もおっしゃってましたけど一つの空間みたいな、はい、ちょっとそれはまた体験してみたいですね。またちょっと今後のユニスタもちょっと楽しみなところですね。そうですね、はいはい、疲れはどうですか、残ってないですか。は、まあ、残ってないですね。2日オフもいただいたので、はいはい、バッチリでした。大丈夫です、はいはい、ラジオネームのりこさんからです。ありがとうございます。奥田選手、前節は復帰戦スタメンフル出場、そして完封勝利おめでとうございます。ブランクを全く感じさせないプレーは久しぶりに見ていてとてもワクワクしました。今はまだ宮崎にも各地のアウェーにも行けませんが、これからの試合の活躍を願っています。次節は横浜、来月は鳥取とフルスとの対戦がありますが、公式プロフィールの対戦が楽しみなチームにこの2チームを挙げていた奥田選手、この2試合に対しての思い意気込みがあれば聞きたいです。いただいております。はい、はい、横浜戦への意気込みは先ほど聞かせていただいたんですけれども、鳥取戦、まあ、次は、はい、アウェーゲームっていうことになりますね。はい、はい、どうでしょうか、意気込み。そうですね、まあ来月にはなるんですけど、まあ、やっぱ今回スタジアムがチュスタっていうところで、いつもよくチームが練習してるところでもあるので、はい、練習場所がそこでもあるので、やっぱり慣れ親しんだところでもありますし、まあ全所属のチームなので、はい、まあ知ってる人も多かったりとか、鳥取サポーターの方は本当に熱いサポーターの方が多くて、まあ移籍してもずっと応援してくれるサポーターも多く、まあ、いらっしゃいますし、ぜひスタジアムピッチに立って成長した姿を、まあ、見せれればなと思います。はい、今奥田選手がチュスタっていうふうにおっしゃってましたけれども、この、はい、ガイナーレ鳥取とテゲバジャール宮崎の試合が10月3日日曜日に行われる会場が中部野人スタジアムですかねっていうところなんですけれども、はい、奥田選手はこのなんかチュスタでの思い出って何かありますか。チュスタの思い出、そうですね、まあ、公式戦もやりましたし練習もやってたんで、はい、周りの環境とかってどんな感じなんですかね。周りはサッカーなんか大選手が来たっぽいですけど。本当ですか。いやなんか落としたなって思ったんですけど。玄関の鍵開いてるんですか。はい、玄関の鍵開いてて、はい、正面持ってきましたよ。やばい。本当だ。大選手、あれちょっと今画面の方からはその姿を確認することができないんですけど、今設置の方してくださってるんですかね。そうですね、はい、ちょっとあれですね、まあコロナの関係上もあってなかなか密になってるところでは喋れないっていうのがあるんですかね、うん、あそうなんですね。はい、持って設置だけ今無言でしてくれてますマスクありがとうございます。さっきでしたよね、言ったの。本当にご近所さんなんですね。そうですね、いいよ、近所なんで、はい、すごいですね。ねえ、まあ、なんか本当に大選手がテゲバに加入されてから、まあ、なんかすごくお二人の仲のいい様子だったりもこう SNS だったり通じて発信されてるんですけれども、本当に仲良しなんですね、はい、そうですね、仲良くさせてもらってますね、うん、年齢的には大選手が先輩に、そうですね、うん、なるんですけど、はい、はい、写真一応白子写真撮っておきます。あ、じゃあちょっとそれは後ほど奥田選手の SNS の方に上がる感じですかね。そうですね、はい、はい、一生懸命今やってくれてます。じゃあハッシュタグ今日の大賢治ということで、はい、皆さん後ほど奥田選手の SNS チェックしてみてくださいね。じゃあせっかく大選手、まあ、来ていただいてるのでぜひ目の前でちょっと奥田選手から見て大選手どんな先輩ですか。目の前におるんでめっちゃ普段やっぱりなかなかちょっと伝えられない思いだったりとかも伝えいただければと、ね、
大選手の印象ですか、なんすか、うん、まあ、印象もそうですけれども奥田選手から見た大選手は、そうですね、やっぱりキャプテンであって、まあ、キャプテンシーがあって、まあ、こう練習でもまあ厳しい声をかけてくださいますし、まあ、試合でもこの前の試合でもすごい頼りになるキャプテンですね、まあ、なんですけどピッチ外では結構若手の選手からも、はい、ワイワイガヤガヤ言われる感じで、はい、馴染みやすい選手です、ね、おすごい、今大選手が持ってきてくださったリングライトが点灯したんですけれども、はい、もうやっぱりもう帰りました。あ、もう帰られたんですか。そうですね、やっぱね今コロナのあれなんで、はい、密になってる、ね、部屋の中とかで会うのはすごく意識もそういったところも徹底してらっしゃるんですね。はい、作業マスクつけて無言で作業して帰りましたね。はい、うわどうしよう、ビフォーアフター撮ればよかったな、ちょっととりあえずアフターの写真撮っていいですかいや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 、これ逆にこう光りすぎてあれでしょ、なんかおかしい感じですね。でもなんか先週は大選手がその最初からその状態だったんで全く違和感っていうのはなかったんですけど、はい、はい、じゃあちょっと1枚お写真よろしいですかね、うん、いきます、はい、チーズ、はい、ありがとうございます。じゃあまたちょっと後ほど。すごいですね、あ、こんないいライトがあるんだ。はい、ということで大選手ありがとうございました。では、一旦ここで曲をちょっとお届けしたいと思います。続いてお届けする曲は本日ゲスト奥田選手おすすめの1曲です。ラッドウィンプス、セプテンバーさん。テレバコネクト、さあということで奥田選手おすすめの1曲をお届けしました。さあ、ここからですねちょっとインフォメーションを挟みたいと思います。まずは今週末の試合の情報です。9月12日日曜日は明治安田生命 J3 リーグ第18節テゲバジャーロ宮崎対 YSCC 横浜との対戦がユニリーバスタジアム新富にて行われます。キックオフは15時となっております。まあ、お天気がちょっと心配なところではあるんですけれども、ぜひ会場にお越しいただける方はそういったお天気の対策もしっかりとしていただいて、そして晴れ男晴れ女の方はですねぜひ天に祈っていただければなと思います。そしてですね、次のアウェーゲームなんですけれども8月12日に岩手の緊急事態宣言が発令されまして、また宮崎県にも現在まん延防止等重点措置が発令されていることに伴い9月19日の日曜日岩銀スタジアムで行われる岩手グルージャ盛岡戦、こちらビジター席が設置されないことになっております。今回会場での応援ができない代わりにですね、前回の八戸戦同様応援メッセージを募集しております。またこちら今週末の YS 横浜戦の会場でも皆さんに応援メッセージ書いていただけますので、ぜひ皆さん選手への応援メッセージ届けてください。さあその他いろいろございますけれども、ぜひ皆さんテゲバジャーロ宮崎の公式ウェブサイト、そちらで情報をご確認ください。以上インフォメーションでした。さあということで引き続きお時間許す限り奥田選手とちょっとメッセージだったりご紹介しながらお話ししていきたいんですけれども、応援メッセージ届いてます。ラジオネームみーさんからです。ありがとうございます。奥田選手こんばんは。八戸戦では開幕戦以来の奥田選手のプレーが見れて、しかも勝利で最高でした。 JFL 時代からずっと奥田選手推しの私はテゲバの好調は嬉しくても、そこに奥田選手がいないのはちょっとだけ寂しかったので、今回の活躍は本当に元気をもらいました。これからもチーム全員で切磋琢磨しながら頑張ってください。私もおっくんラブを貫きますおっくんラブを貫きますと誓いのメッセージですね。ラジオネームマーブルチョコさんからです。こんばんは、いつも楽しく聞いています。奥田選手お帰りなさい。早く復帰できる日を心待ちにしていました。コロナの影響で制限があったりと現地観戦できない時もありますが、そんな時はダゾーンで、でも可能な限りやっぱり生で見たいです。見ます。奥田選手が復帰してどんな試合展開が行われるのか楽しみです。持ち前の自慢のスタミナを生かしてピッチ内を駆け回って暴れまくってください。これからも応援しています。プレーを楽しみにしています。ありがとうございます。他にもですね、
ラジオネームゆかりさんからです。こんばんは。奥田選手のモチベーションを保つ方法は何ですか？いつもどんな時でもすごく冷静にプレーされるのが印象的です。ちなみに子供の頃からニックネームはおっくんでしたか？いや全然おっくんじゃなかったですけど、ね、ちなみに今までこう例えばチームメイトだったりとか、サポーターの方から呼ばれる名前っていうのはどんなものがあったんですかね？チームメイトはひろきとか、ひろきくんとか、はい、ひろきさんとかの方が多いですかね。奥田さんとかよりはひろきさんとかの方が多かったですね、うん。もうおっくんって言われたのはこのチームが人生の中で初めてですし。本当ですか？はい、サポーターの人にも奥田選手とかが多かったんで、うん、あのおっくんって呼ばれるとは思ってなかったですね。じゃあどうですか、手際に来て、まあ、おっくんっていう、はい、呼び名でサポーターの皆さんからも本当に愛されておりますけれども。そうですね、最初はみんな後輩がおっくんおっくんって言った時に、うん、もうそれほぼタメ口やからなっていうふうには注意してたんですけどまあけどあのおかげであの、ね、あのサポーターの皆さんにもそういうふうにおっくんっていうふうに親しみを込めて呼んでもらって応援してもらえるのは非常に嬉しいことなので、はいはい、嬉しいですね。どなたが呼び始めたんですかね？誰なんですかね、渡辺の可能性が高いと思いますけど。本当ですか？渡辺亮、まあ、うん、ちょっと意外なところでしたけれども、ぜひ皆さんもおっくんと、お最初おっくさんっていう人もいたんで、うん、それはちょっと意味が変わってくるからやめとく、はい、確かに、はい、注意しておきました。まあでも間違いではないですもんね、うん。モチベーションを保つ方法は何ですかともいただいておりますけど、モチベーション保つ方法は、そうですね、やっぱり周りのサポートしてる人の、顔を浮かべるっていうところを、うん、まあ自分目標だったりとかをやっぱり明確にこうして、あの常にブレないようにはっきりさせるっていうところかなと思います。やっぱり応援してくださる皆さんのやっぱり声っていうのがすごく大きいんですね。はい、本当大きいです、ラジオネームそらさんからです。奥田選手は家族の推しです。スタメン出場が嬉しすぎて思わずダゾーンに登録してみんなで応援しました。かっこよすぎました。サッカーに興味がなかった私ですが、奥田選手のおかげで好きになりました。これからも応援しています。いや嬉しいですね、奥田選手の存在でダゾーンの加入者が一人増えましたそうですね、ちょっとダゾーンに連絡しとかないといけません。マージンもらおうとしてますねさあ、あのツイッターでもいろいろメッセージいただいてるので、こちらもご紹介していきたいと思います。皆さんハッシュタグてげばでたくさんのつぶやきいただいてありがとうございます。おっくんいいニックネームですねと、はい、他にもですね、あ、さすがセプテンバーさん、ありがとう、めっちゃ好き、私の青春。いいっすよね、うん。ラットウィンプス結構聞くんですか？そうですね、ラトイプ好きですね、うん。はい、他にも、あ、Jリーガーっぽいわって可愛い、でもわかる他にもですね、ユニスタで躍動する奥田選手に期待しています。おっくんの安定の関西弁ええわええわも関西弁ですけど、ええわ全然。もう宮崎、まあ、2019年シーズンからですかね、はい、でどうですか、宮崎弁が映る気配はないですか？そうですね、まあ、意識的にテゲとか使ったりしますけど。あ、本当ですか？はい、けど分かるようになってきました。あの結構その宮崎弁が強い方とかでも、はい、あの話すことはないですけど、うん、あの話しかけて来られて、それが何を言ってるかっていうのは分かるようになってきました、ね、あ、もうそういうレベルなんです、はい、宮崎弁というのは。いや、なんかこうね、あのなんていうんですかね、あのご年配の方とかは結構訛りが激しい方とかもいらっしゃるじゃないですか、うん、あ、そうですね、
はい、それとかもなんか分かるようになってきた。最初はちょっとあれみたいな感じ、分からへんなっていうのあったんですけど、はい、確かに私も自分のじいちゃんばあちゃんとかこう2人で喋ってたりとかするの聞くとたまに分からないんですよね地元でも分からない、分からないことがあります。あ、ハーフパンツ届いた、今度からテゲバ選手と上下同じ練習着でジムに行けると、うんうん、どうですか練習着の着心地っていうのは。そうですね、着心地いいですね。はい、はい、ぜひね、あのジムトレも頑張ってください。奥田選手、アンナさんこんばんは。先週の八戸戦は久しぶりのクリーンシートでとても素晴らしいゲームでした。僕もバイト終わりに車でダゾーンで見て久しぶりに勝利の、美酒に酔いました。そこで奥田選手に質問です。八戸戦当日の試合準備はどのようなことをしましたか？試合準備はそうですね、まあ、朝はゆっくりめに起きて朝ごはん食べて、まあ、ナイターなんでいつもとはちょっと時間があるんで、まあ多分ナイターの過ごし方は選手によって違うかなと思うんですけど、はい、まあ、僕が意識してるのはあんまりこう目を疲れさせないっていうところで、あんまりその携帯触ったりとか本とか読んでたりすると目が疲れる感じがあるんで、うん、できるだけ前午前は寝るようにしてますね。で、ここからそのストレッチだったりとか、あとは散歩行ったりとかあのしてましたね。はい、やっぱりこう試合、うん、はい、試合の開始時間によってもやっぱ準備の仕方っていうのも変わってくるっていうことですね。そうですね、あとは結構食べて寝て食べて寝てみたいな感じなんで、はい、お昼食べたあたりで徳永選手とエレベーターが同じだったんですけど、食っちゃね食っちゃねして太るなって2人で話しましただからあの肌ツヤも今日バッチリですねということで、あのあっという間のお時間なんですけれども、最後にサポーターの皆さんにメッセージお願いします。前節半年ぶりに出場することができました。本当に皆さんの、応援のメッセージが、自分に届いてそれが力になり、頑張ってこれました。まあ、今回で満足してないですし、これからもチームの勝利に一つでも多く貢献できるように、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで今後のまた奥田選手の躍動を楽しみにしております。ということであっという間のお時間でした。奥田選手もぜひ最後に一緒にテゲバイバイお願いいたしますね。ラジオの向こうの皆さんもお願いします。はい、テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、また来週です。そして今週末はユニスタでお会いしましょう。ではいきますよ、せーの、テゲバイバイ。ありがとうございました。